台湾大口食べ歩き。台湾中部ジーウェタンで泳ぎながらかつ界隈を食べ歩いている松。みんな頑張っています。プリの松はこの辺りの独特な食べ物を求めてある店に向かいます。子供がうろうろしているところもまた地元ならではという感じです。タンホアンヤー、手前にあるものですがハムのようにも見えます。これがね、タンホアンヤーとマーツースンで、炒めるビーフ、シータが入ってるね。それではタンホアンヤーから食べることにします。タンホアンヤー、黄身のまろやかさがすごく出てる。ね、濃いんだよね、黄身の味がね。もう黄身そのものが濃縮しされたような味。タンホアンヤ、ゼマツオ。ゼマツオ。很简单，就是把整只鸭子去掉骨头，整只鸭子把骨头拿掉，拿掉之后再腌料，再把那腌制过程哈，腌蛋黄也要腌，鸭肉也要腌，腌好之后。再把它装进去，蛋黄装进去鸭肚子里面，然后再把它捆起来，用玻璃纸把它包好去蒸，蒸两三个小时，蒸好了起来起锅，待它凉了还要再卤过，成年老卤汁再卤，所以过程很麻烦。黄身のまろやかさはやはり独特の手法によって生まれています。旨味を詰め込んだ一品。初めて食べたの独特だね。だから鴨肉の柔らかさ、肉の柔らかさとで黄身が覆いかぶさってくる感じがあるね。肉のうまさと卵の深い味を一度に楽しむことができます。続いてはタケノコの料理。どうやら台湾中部にもタケノコを使った料理が多いようです。これはマーチュースン、シャキシャキ。こちらは自然が生んだ歯ごたえを楽しむことができます。タケノコ独特のこうみずみずしさがあるね。こうシャキシャキの中にこう水分がブジュワッと溢れてくるというね。タケノコをひたすら食べる松。それでは参加者たちが長時間泳いで到着するゴール付近の映像。なんとか泳ぎ切った松、完走ではなく歓迎とでも言うべきでしょうか。いやー、これなんとかゴールしたけど、やってみないとわからない。というのはね、ここから見るとそんなに波は強く見えないんだけど、結構波があるから、初めは良かったんだけどね、波があるから酔うんだよね。だから体力的な問題よりはこのアップダウンでね、車酔い船酔いみたいなものがものすごく来る。もう半分手前からもうすごく酔って、で途中で上がろうかと思ったんだけど、上がっても上がるところは揺れてるから、それでも酔うのは解消されないよね。とにかく波に苦しんだ様子。2万5000人以上が参加、多くの人がそう感じたかもしれません。ご苦労様でした。体力の消耗だったら途中で行って水とか飲めばいいんだろうけど、そういう問題じゃなくて、とにかくで自分は特に船酔いとか車酔いとかその酔いが、あんまりこう慣れてないんでね、これをどうするかっていうところがあってね。で立ち止まるということができないからね、やっぱり
あの水の中だとこう止まっても止まってこう足だけでやってもそれも揺れが来るからね。いやで今時間聞いたら、まあ、出発したのがだいたい8時半ぐらいで今11時超えてるから2時間半ぐらい使ってたんだね。こう水の中って普通のプールとやっぱ違うね。プリの噴水近くのレストラン、メニューそのものが豪快な焼きビーフン。何より嬉しいのは野菜もたっぷりなこと。これがビーフン。プリはねビーフン結構多いよね。ちょっと太めだよ。椎茸の味わいがすごい。ビーフンは日本の食卓にも入ってきています。しかし家のフライパンで作ると焦げついたり火や水分の加減が難しく、美味しく食べるのも技がいるというのが現状。人参と、キャベツとそれから椎茸だけど、椎茸は小さく入ってるんだけどちょっと噛むとなんか、もうぶわっと包むね。ビーフンも何もかも。ビーフンをツルツルと食べていきます。なんか賑やかだね。何あれ、2人入ってんの。松が手を振ってもあっさりと通り過ぎていきました。今あれ歌ってたけど誰が何のためにいや誰がって、まあ、あの歌詞は何を目的でやってんのか。あまりこう自己顕示欲でやってないのかなという感じもあるよね。でその歌手、まあ、歌手っていう感じもちょっとしなかったし、初めて見てああやってこう歌いながらあのトラックみたいなね乗っていってる感じ。プリの中を車で移動する松。やってきたのは南新寺へ。ラバニャン、ユエンウェイマントいいか。ユエンウェイ、ユエンウェイ、ユエンウェイ、ハイヤーヘイタンマント。注文したのはユエンウェイマントとヘイタンマント。奥では手作業でマントを作っています。ピチャオタ、ピチャオタだ。タ、タ、おー、あ、いか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 。まずは特大のマントから。これがね3トンマントだけどこんなに大きいと思わないから、初めまあ撮影もねいろいろ食べるから2つずつ頼んだんだけど、こんな大きいから1つに減らしたけど。噛んで飲むのにも時間がかかるようです。形そのものは大きいんだけど、でもこう粉の感じは結構細やかな感じあるね。とにかく食べ応え十分。一気に口に詰めすぎのようです。大体普通のマント、まあ店で売ってるマントって大体この半分ぐらいかなで、感じたことはない、その他のマントでは感じたことがない弾力っていうのは結構これ感じるね。かなり弾力がある。一天前多少？我算过了，是500多，五百。啊，不知
的，有时候有人订多一点。哦，这个作业。这个是包那个报纸的。哦，几点开始？几点结束？六点多。六点结束啊？几点？到十二点。然后下午两点半再做到晚上六点。哦。このマントウ屋で次に食べるのは黒糖マントウ。これがね、黒糖マントウ、ヘイタンマントウね。うん。あ、3トンマントウもちろんいいけど、このヘイタンマントウのこう、あの黒砂糖の香ばしさがいいね。こうほんのり甘い。黒糖マントウの美味しさを楽しむ松。でちょっとあの味としてはあの紅茶にも似たような感じがあるね。あ、これ結構好き。あのどこだけど台北のあの特製の黒糖マントすごくあの自分が好きだっていう話をずっと前だよね、放送でね、あのしたけども、いやこれはこれであの別物として結構いい。これも大きさのインパクトはもちろん、味わい情緒豊かなマントに出会った松でした。人が結構密集してるとね、平泳ぎすると足で蹴るんだよね。だから周りをすごく気を使うんで、自由に泳げるという感じじゃないね。この浮きのビート板で、とにかく我慢しながら進むって感じ、かきながら足で。この後場所を移してさらに食べ歩きます。